月川レイ、三風ロアのインフィニートゼロラジオ、コンフィニ。皆さん、どんな夜をお過ごしでしょうか。インフィニートゼロの月川レイです。コンフィニー、同じく三風ロアです。楽しいゴールデンウィークも終わって、皆さんは元の生活に戻っている頃かな。そうか、ちょうどそんな時期だよな。うん、先週あたりはお休みを満喫中っていう雰囲気の学生さんたちを街中でたくさん見かけたよ。ロアは移動中、よく車から外の景色を見てるもんな。季節を感じたり、道行く人を観察したりするのが好きなんだよね。カップルで手をつないでいる学生さんとか見てると、こっちまで甘酸っぱい気持ちになっちゃったり。俺たちは職業柄、個人的な恋愛は自重中で、ファンの皆さんの恋人代わりになれればと思っている身なので、うん、皆さんの本命の恋も心から応援しております。ですね。俺たちの分まで幸せな恋してほしい。というわけでレイ、今回のテーマは？はい。今日のテーマはガチ恋愛相談。俺たちインフィニートゼロがリスナーの皆さんから寄せられた恋愛相談にガチで答えちゃうよ。と、その前にまずは楽曲を1曲ご紹介。ラジオネームいちごさんのリクエストです。こんばんは。いつもインフィニラジオ楽しく聞いています。さて、早速楽曲リクエストなのですが、朝霧あかねさんで焦がれ人が聞きたいです、うん、ここからは私事なのですが、私は生まれつき足が悪く、いつも消極的でした。そんな私が月プロの曲に最初に触れたのが焦がれ人でした。そこから月プロにはまって楽曲をよく聴くようになりました。スキプロのみんなが私を変えてくれました。ありがとうございました。これからもスキプロの皆さんの健やかな成長を祈って、これからも頑張ってくださいね、とのことです。リクエストありがとう。このラジオもいちごさんに元気をあげられるように頑張ります。これからも応援よろしくね。それでは、焦がれ人、聴いてください。9月担当らしい郷愁を感じさせる歌声だな、うん、もう出会えないあの子との思い出を切なく歌いつつ、サビでぐっと盛り上げる。秋風と夕焼けに染まる坂が目に浮かぶようです。遠ざかって胸が詰まって、だけど笑って振り向かないでって歌詞がラッサビにあるんだけど、涙腺がやられる。感動的な歌のパワーをもらいつつ、今日はお悩みに真剣にお答えしていこうと思います。うん、頑張ります。この番組は月の芸能プロダクションの提供でお送りします。さて一曲聴いていただいたところで、はい、お便りの紹介に入っていきましょう。恋に迷える子羊ちゃん、カモン！恋愛マスターミカゼロワが何でも答えるよ。まずはラジオネームルート-1さんから。スルーは辛いんで突っ込んでもらえますかと言われてもスルーします。もう月川さん、三風さん、こんばんは。と初めまして、初めてメールさせていただきます。初めてのメールありがとう。ありがとう。自分は今絶賛受験生で、勉強のお供にいつもラジオ聞かせてもらっています。今回はお二人にアドバイスをいただきたいことがあってメールしました。何でも聞くよ。憧れの先輩と連絡先を交換したくて、でも勇気が出なくて悩んでいます。先輩への好きが恋愛なのか否かすら自分でもわからないのですが、予備校が一緒の人なので受験が終わって会えなくなってしまうのは嫌だなって気持ちは強くあります。お二人とも恋愛経験が豊富そうな雰囲気があるので、声のかけ方のコツとかあったら教えてください。これからのインフィニの露出楽しみです。応援してます。俺たちが恋愛経験豊富かって言ったらどうなんだろう。アイドルだからね。ある意味常に恋はしてるけど、ファンのみんなにな。そういうこと。あ、けどこのお便り、受験が終わると会えなくなるってことは、あれ、届いたのってちょっと前だよね。俺も実は読みながらそのことが気になってた。アドバイスが間に合ってくれればいいんだが。うわー、ごめんなさい。でもまだ間に合うかも。それで声のかけ方のコツだよね。この先輩とは少し話をする仲なんだよね。きっとそうだな。会えなくなる前に連絡先を交換したいってことだから。だったら先輩に手紙を渡してみるっていうのはどうかな。今までありがとうございましたみたいな感じのお礼のお手紙を。なるほどな。それに自分の連絡先を書き添えておくとか。でもそれって結構勇気がいるんじゃないか。人にもよるけど、面と向かって聞くよりは心のハードルが低いかもなと思ってさ。確かに。ルート-1さん、勇気を出してお手紙渡してみてください。素敵な先輩とのご縁がつながるといいですね。応援してるからね。頑張って。そもそもこのアドバイスが間に合いますように。次のお便りどうぞ。はい、ラジオネーム桃野さんからです。レイさん、ロアさん、こんばんは。こんばんは。インフィニラジオいつも楽しみにしています。放送がちょうどバイト終わりなので、寝る準備をしながら聞いています。お二人の会話を聞いているだけでとっても癒されます。そう言ってもらえると嬉しいな。私の悩みというより少し引っかかっていることがあります。私には恋愛願望がありません。そのことを知り合いに話したら、そんな人フィクションの中以外にいるんだと言われ、恋愛の良さを語られました。恋愛しないのがそんなにダメと思ってモヤモヤしています。人の恋愛を否定する気もないし、素敵だなとも思います。ただ自分のこととなると違うんです。いい人がいないとかではなく、本当に興味がないんです。そんなに変なのでしょうか。だって。なるほど。まず変なんてことは絶対にないよ。興味が向くものが人によって違うのは当たり前だし。それに忙しい時期とかだと気持ちが恋愛から遠ざかるってこともあるよな。そうそう、興味の向く先もタイミングも人それぞれだから。でもきっとお友達もそれは一緒で、自分の素敵だと思っているものを桃野さんにおすすめしたかっただけだと思うな。少し桃野さんをもやっとさせちゃう結果にはなったけど、リスナーの皆さんで言うと、インフィニめっちゃいいよ、かっこいいよって俺たちに興味のない人に話すのと一緒で、相手は知らないよ誰それって思ってるかもしれないもんな。自分で言っておいてなんだけど、切ないなこれ。確かにな。まあでもさっきロアが言った通り、興味の向く先もタイミングも人それぞれだと思います。興味がないあの子が俺たちをかっこいいと思ってくれる日も。そっちもだけど俺も学生時代は恋愛に無頓着で本ばかり読んでいて同級生にからかわれたりもしました。今もこの仕事に夢中だからその頃とあまり変わっていないのかもしれませんが。あれ、レイさん恋愛には全く興味なし？いや、そんなことはないよ。仕事柄恋愛絡みの話題は多いし、ドラマの役柄を通して恋愛にも興味が持てたかな。そっか、お相手がいてきっかけさえあればってことだ。例の恋愛か。うわ、なんか想像しただけですっごいドキドキしてきた。いやー、顔熱くなってきた。他人事なのに。他人事かつ想像なのにな。俺想像力豊かだからさ。はいはいそんなわけでお便りをくれた桃野さんも、いつか恋愛に興味が向く日が来るかもしれないし、恋愛じゃなくてももっと別の大切で楽しいと思える何かが見つかるかもしれない、本当はもう見つかってるのかもしれないしね。それは人それぞれですから焦ったり気にしたりせずにいこう。だね。桃野さん、自分らしさを大切に毎日を楽しんでね。では引き続き読ませていただきますね。はい。ラジオネーム、いつも心は無限大さんから。いいラジオネームだレイさん、ロハ君、こんばんは。こんばんは。金曜日にインフィニの声に癒されている高校生です。私には気になっている同級生の男子がいるのですが、最近よく2人で遊びに行くようになりました。おー、いいね。冒頭から青春を感じるなレイがおじさん臭い。いつもは学校帰りなので制服なのですが、今度休日に映画を見に行くことになりました。おー、デートだよ。映画デート。若いっていいね。ロアもおじさん臭いもしかして初デートかな。かな。休みの日に会うのは初めてってことじゃない？お便り続きます。でも私は彼の好みの服装など知らないので、何を着ていけばいいか迷っています。お二人は女の子がこんな服を着ているとグッとくるみたいなのはありますか？男性の意見をぜひ聞きたいです。なるほど、そういう質問か。ファッションのことならロアの方が知ってるかな。俺はその子に似合っていれば何でもいいと思うけどな。それよく聞くけど、夕飯に何がいいって聞かれて何でもいいって言われるのと同じで、実は困ると聞いたことがある。でもさ、無理して自分の趣味と違う服着ていってもその後が辛くない？それを気に入られた場合、クローゼットの中全部入れ替えなきゃいけなくなっちゃうかなとか、あと長くお付き合いしたいならまずはお互いの趣味嗜好を知るところからかなとか思うし、そういう意味でいつもの自分の手持ちの中でのおしゃれを見せてみるのがいいんじゃないかなと思ってさ。なるほど。理由まで聞いたら一気に具体的なアドバイスになったな。ちょっと感心したでもって素直にこういう服どうかなって聞いちゃうのもいいと思う。そこから好きなブランドの話とかできたら話のネタにもなるし、いいんじゃないかな。本当にいいアドバイスだなちなみに一応俺からもお答えしますと、俺はロングスカートとかワンピースとか少し長めの丈の服が好きですね。ふわふわと揺れる裾を見てるのが楽しいなと。おー、揺れる裾が理由になる人初めてかも。俺は好みで言うと割と何でも好きかな。俺自身がいろんな服を着るタイプなこともあり、できれば前の日とかに先にコーデを教えてもらってそれに合わせて自分も考えたいかも。黒縛りとか今日はちょっと上品にとか、2人でセットっぽくなれたら嬉しいなーって。なるほど、先に教えてもらうっていうのは斬新だな。でしょ？お揃いってなんか素敵じゃない？ああ、そんな2人の好みでした。はい。あ、映画デートといえば何席によって空調がきつかったりするから脱ぎ着できるものが1枚あるといいかもしれない。でもあえて薄着で行って彼の上着を借りちゃうっていう手もあるかも。それは策士だな高度なテクニックに思えるが、ただ彼が上着を貸せないタイプの服だったら風邪をひくかもしれない。ああ、なるほど。それもありえるな。うん。実行するかしないかはあなた次第ですがくれぐれも風邪には気をつけてくださいね。月川レイ、三風ロアのインフィニートゼロラジオ。さて、メール紹介が終わったところで、幸せをつかんだ恋愛の先輩方のお便りをご紹介。ラジオネーム7月の花嫁さんから。レイ君、ロア君、こんばんは。こんばんは。こんばんは。4月からのインフィニラジオ毎週放送開始、おめでとうございます。元気の源が毎週聞けるようになって嬉しいです。私事ですが、7月に結婚式を挙げます。今は仕事と式の準備の両立で慌ただしいのですが、ふと新生活への不安も感じてしまいます。不安を吹き飛ばせるようにグロースのワンデイを流していただけないでしょうか。よろしくお願いします。そしてラジオネームキーさんから。こんばんは、レイさん、ロアさん。毎週お二人のラジオを聞いて元気をもらっています。今度私のいとこが結婚することになりました。それでぜひいとこにグロースのワンデーを聞いて奥さんと幸せになってもらいたいです。これからも応援しています、とおめでたいお知らせを2通いただきました。7月の花嫁さん、そしてキーさんのいとこさん、ご結婚おめでとうございます。お二人とご結婚を控えている皆様にお送りします。グロースでワンデイ。ああ、今日まで大人になれないまま、いつも頼ってばかりだったけど、少し背伸びしながらあなたを守りたい。どんな時でもそばにいるよ、手のひらつないでこの道を共に歩こう。一人じゃいけなくても未来をこちらはグロースのマモちゃんが結婚を控えた会社員時代の先輩に送った曲だそうです。プレゼントが曲なのが守るらしいもし俺が結婚することになったとしたら、その時もぜひお願いしたいな。うん、うちの事務所は多彩な人が多いから、月プロタレント合同で作詞作曲合唱をお願いしたい。贅沢な式になりそうだな。ね。まあ俺もお前も隣はインフィニートゼロで埋まってるから、しばらくその予定はないかな。うん、仕事とファンのみんなが恋人ってね。そうだな。少し足りないこともあなたと分け合えたらという、この曲の歌詞のように、どんな時でも2人なら大丈夫、皆さんがそんな風に思い合える家族になれるよう祈っています。月川レイ、三風ロアのインフィニートゼロラジオ。月プロ情報局。月プロの最新情報をお届けするこちらのコーナー。5月は月歌、さつき葵、リインカーネーション、アライブ、グロース、リスタートシリーズ6、スケア、ソリッツ、リスタートシリーズ5、バズロック、プレイオブカラーシリーズ2、B リブドフォワードの計4枚の CD がリリース予定です。月歌、さつき葵、リインカーネーションでは表題曲リインカーネーションのほか、葵くんと新太くんのドラマを収録。葵くんのお兄さんである佐々木千尋さんが初登場するとのことです。葵くんと外見も中身もよく似たキラキラお兄さんと葵くんと新太くんの交流もお楽しみにとのことです。たくさんありますが、どれもお聞き逃しのないようよろしくお願いしますね。そして前回も告知しましたが、来週月曜日5月13日から俺たちのアルバム告知のサイネージが池袋駅にて展開されます。場所は JR 池袋駅中央通路 JAD ビジョンと東京メトロ副都心線池袋駅構内ビジョンの2カ所。ぜひお立ち寄りください。お立ち寄りください。好きが悪いミカゼロアのインフィニートゼロラジオ。早いものでエンディングの時間がやってまいりました。今日はリスナーさんの恋愛の話いろいろ聞かせてもらったね。俺たち2人の回答が果たして参考になったのかどうか、何かの役に立ったら嬉しいです。みんなを応援したいっていう俺たちの気持ちは本物だからね。だな。今回は恋愛相談だったけど、恋する人もそうじゃない人もみんなが幸せでありますように。愛するとは自分の幸せを相手の幸せに重ねることである。お、何それ。ドイツの哲学者ライプニッツの言葉だよ。愛するとは自分の幸せをそれからなんだっけ。自分の幸せを相手の幸せに重ねることである。だな。へえ、いい言葉だね。みんなが幸せなら俺たちも幸せってことで。愛だね。愛ってことで、最後にお知らせです。メールが採用された方には番組特製ステッカーをプレゼントしちゃいます。お便りフォームにメールアドレスの項目がなかった時期に送ったメールが採用された方は、メールをお送りいただいた時の名前で第何回でお便りが採用されましたとお便りフォームに投稿してください。これからもみんなからのメール楽しみに待ってるよ。それではお相手はインフィニートゼロの月川レイと同じく三風ロアでした。またね。バイバイ。この番組は月の芸能プロダクションの提供でお送りしました。